冬の学生スポーツの代名詞の一つである高校サッカー選手権。全国の舞台で輝きを放ち大会のスターとなる選手が必ずいる。今回はその選手権でスターとなった選手の中から今も活躍する人と活躍できなかった人について紹介していく。そして最後には高校サッカー選手権を彩る応援マネージャーについても紹介していきます。活躍している人たち、まずは現在も活躍している選手から紹介していく。乾隆、安高校、清水エスパルス。1人目はロシアワールドカップでベルギーを相手にスーパーミドルを決めるなど大活躍を見せ、世界に名を知らしめた選手の一人である乾だ。高いテクニックと連携による創造的かつ攻撃的なサッカーで、セクシーフットボールという名で一世を風靡した安高校の中心選手であった乾は、優勝した当時高校2年生で右サイドハーフのレギュラーとして試合に出場していた。高校時代の活躍で横浜 F マリノスへの入団が決まると、翌年にはセレッソ大阪に期限付き移籍。そのセレッソで香川真司と共にブレイクを果たすと、2011年にドイツへ渡ることになる。そこでの活躍が認められ、2015年にスペインの SD エイバルへの移籍を果たし、高いテクニックでサポーターたちを魅了し続けた。日本人で初めてリーガエスパニョーラをフルシーズン戦い抜いた選手である。そして2018年にロシアワールドカップで2ゴールという活躍を見せた。その後アラベス、エイバルでプレーした後、日本復帰をすることになり、セレッソ大阪を経て現在は清水エスパルスで攻撃のキーマンとして活躍している。岡崎慎司、滝川第二高校、シントトロイデン。2人目は先日引退を発表した岡崎慎司は、高校時代は兵庫県の強豪滝川第二高校出身だ。高校1年生からレギュラーを獲得した岡崎は、当時高校3年生だった兄の高弘さんと共にツートップを組み、全国大会のピッチに立った。そんな岡崎は2年生の時にも全国のピッチに立ってゴールを記録し、3年時にもゴールを記録しており、高校サッカー史に残るストライカーとなった。高校卒業後は清水エスパルスに入団し、6年間プレー。最初の評価はフォワードの一番下であったようだが、6年目のシーズンにはエースとして君臨した。その後ドイツのシュトゥットガルト、マインツでプレーし、イングランドプレミアリーグのレスターに移籍。レスターでは豊富な運動量やオーバーヘッドゴールなど印象の強いゴールなどでチームに大きく貢献し、クラブ創設史上初のプレミアリーグ優勝という歴史的なメンバーの一人となった。その後スペイン2部でプレーし、ベルギーへ渡った。ベルギーのシントトロイデンでは、日本人選手だけでなく所属している若手選手の見本となる存在として大事な役割を担っている。松木玖生、青森山田高校、 FC 東京。3人目は今シーズンから FC 東京でキャプテンマークを巻いている若きスター候補の松木だ。中高と青森の強豪青森山田で過ごした松木は、中学時代から高いリーダーシップを持ち、高校では3年間レギュラーとして戦った。高校3年生の時の選手権では全国制覇を果たし、最も充実した高校サッカーの期間を過ごした一人である。高校卒業後は FC 東京に加入し、1年目からレギュラーとしてシーズンを通して戦い、今季からは3人体制のキャプテンの一人として任命され、主軸として戦っている。浅野拓磨、四日市中央工業高校、 VFL ボーフム。4人目は現在も日本代表として活躍する浅野だ。小中と無名のチームでプレーしていた浅野は、顧問や担任の先生の説得により三重県の強豪四日市中央工業高校に進学することになり、1年生の時から A チームに多く絡んだ。2年生の時にはレギュラーを獲得し、3年連続で選手権全国大会に出場した。2年生の時には全国大会で初戦から決勝まで全試合で得点を挙げるという史上4人目の記録を残し、得点王を獲得した。卒業時には複数の J クラブからのオファーを受けたが、サンフレッチェ広島へ入団した。2015年はスーパーサブとして定着し、チャンピオンシップではゴールも記録し、 J リーグのベストヤングプレイヤー賞を受賞した。2016シーズンからは背番号10を背負い、夏に海外へ旅立った。移籍先はプレミアリーグのアーセナル FC であったが、労働許可が下りず、ドイツのシュトゥットガルトへレンタル移籍となり、その後は同じくドイツのハノーファー、セルビアのパルチザンなどを経て、現在所属しているドイツの VFL ボーフムに加入した。重要な場面でのゴールが多く、チームの残留に貢献するなど存在感は大きいようだ。カタールワールドカップではドイツを相手に得点を挙げるなど重要な場面に強い選手だろう。遠藤保仁、
鹿児島実業高校、ガンバ大阪コーチ。5人目はかつての鹿児島王者出身の天才パサー、遠藤康人だ。遠藤は鹿児島実業高校出身で、高校入学前から2人の兄と共に注目を浴びていた。高校入学後は1年生の時に選手権で全国制覇を成し遂げ、翌年には高円宮杯で全国制覇を果たします。高校在学中にチームにいた外国人コーチの勧めで1ヶ月間のブラジル留学をし、プレースタイルを固めると高校卒業後はタレント揃いであった横浜フリューゲルスに入団。高卒ルーキーながら開幕スタメンで出場するなど高い評価を受けながらも、スポンサー会社の経営難によるチーム解散により京都パープルサンガに移籍。その後ガンバ大阪に移籍した。ガンバ大阪では即座にレギュラーを奪い、主力として活躍をし、この辺りで日本代表にも定着することとなった。その後ジュビロ磐田でもプレーし、選手としてのキャリアはアジア最優秀選手賞や日本代表の歴代出場記録保持者など様々な功績を残した。今季からはガンバ大阪のトップチームコーチの一員となり、チームをサポートしている宇佐美隆の好調の要因が遠藤なのではないかという話さえも上がるほど、その存在感は大きい。活躍できなかった、次に活躍できなかった選手について紹介する。カレン・ロバート。1人目は高校時代に話題を呼んだストライカー、カレン・ロバートだ。千葉の強豪私立船橋高校で1年の夏からレギュラーとして活躍したカレンは、高校2年生の時にはインターハイ、高円宮杯で早々と敗れるも、選手権で全国制覇を成し遂げた。高校3年生の時にはインターハイで3位、高円宮杯で優勝と勢いをつけながらも選手権では準々決勝で敗退となった。しかし選手権開幕の2週間前に行われた天皇杯3回戦では横浜 F マリノスと対戦し、 PK 戦にもつれ込むなど大健闘を見せ話題となった。そんな充実した高校時代を経てカレンはジュビロ磐田で活躍し、 J リーグ新人賞を受賞するなど輝かしいスタートを切ったが、その後はオランダ、タイ、韓国、イングランドの下部リーグなどでプレーし、新人時代ほどの輝きは取り戻せぬまま現役を退いた。高校時代に平山颯太のライバルとして大注目されたストライカーは現在暴走ローバーズ木更津 FC のオーナーとして活躍している。プロキャリアを積む中で経験したことをクラブ作りに盛り込み、日本にオランダ式の育成クラブを作り出す努力をしている。アデミール・サントス、東海大第一高校。2人目は第65回大会で東海大第一を初優勝に導いたブラジル人留学生、アデミール・サントスだ。国見との決勝戦でバナナシュートと称された伝説のフリーキックで一躍時の人となった選手である。当時まだ珍しかった留学生という立場で日本語もわからず日本にやってきたサントスにとって試練の連続だったという。しかし家族のために日本で稼がなくてはと必死に暮らしていた。高校サッカーで主役の座を手に入れ、その後ヤマハでプレーし、 J リーグ開幕前には清水エスパルスへ加入した。清水エスパルスではクラブの冷酷な対応に苦しめられながらプレーしたという。結局怪我の影響で無所属となったサントスは貯蓄も底をつき現役を引退することに。日本でレストランを開くも次第に客行きは悪くなり7年しか持たず閉店。現在は留学生や海外挑戦をする日本人のサポート事業を行い、当時の自分のように苦しむ人を減らすことを目指している。森崎義行、私立船橋高校。3人目は私立船橋高校で史上最強と呼ばれたストライカー、森崎だ。第73回大会で8ゴールを記録し、大会得点王を受賞した森崎は決勝戦で帝京高校を相手に2ゴールを記録し、チームは 5-0 で快勝した。そんな森崎の武器はヘディングでのシュートで、高校時代は負け知らずだった。しかし高校卒業後入団したジェフ市原では2年間でたった4分しか出場機会を得られなかった。武器であったヘディングはプロの世界では全く通用せず、その2年間で戦力外通告を受けて退団した。森崎本人が自らのことをクズでしたと振り返るように、不真面目さが全て裏目に出てプロの世界から追い出された森崎はアマチュアクラブでプレーした後、10年間中古車販売会社で仕事をし、その後サッカー界へ戻った。現在はサッカースクールの運営をして教え子たちを高校サッカーの舞台へ送り込んでいる。磯貝博光、帝京高校。最後はラモス・ルイが代表の10番の後継者に指名したという磯貝だ。
熊本出身で、帝京高校では1年生から10番を背負い年代別代表にも呼ばれ続けていた磯貝は、帝京高校時代にパスの魅力に魅せられ、ドリブラーからパサーへ転身し、帝京高校の攻撃を牽引した。当時から群を抜いた存在であった磯貝は、当時の大学サッカーを牽引していた東海大学へ進学し、J リーグ開幕前年にガンバ大阪へ入団。低迷期で負け癖のついていたチームと共に磯貝のサッカーへの熱は冷めきってしまい、その後輝きを取り戻すことはないまま浦和レッズで引退した。10代の時に天才と称された磯貝は、代表キャップはわずか2でサッカー界から姿を消した。現在はアスリートのメンタル的なサポートを行っている。おまけ応援マネージャー。高校サッカー選手権は日本テレビ系列で放送されており、第84回大会からは応援マネージャーというものが作られ、勤めてきたモデル女優たちが多くブレイクしたことからブレイクの登竜門とされている。活躍している人、新垣結衣。第85回大会で応援マネージャーを務めた新垣結衣、ガッキーの愛称で親しまれ、コードブルーや逃げるは恥だが役に立つなどの大ヒットドラマに出演している。川口春奈。第90回大会で応援マネージャーを務めたのが川口春奈だ。2023年放送のサイレントというドラマでは主演女優賞を2つ受賞するなど大活躍した。さらに近年ではバラエティ番組にも多く出演している。広瀬すず。第93回大会で応援マネージャーを務めたのは広瀬すず。姉のアリスは第89回大会で応援マネージャーを務めており、姉妹で応援マネージャーを務めたことになる。広瀬すずは様々な映画ドラマに出演し、新人賞をいくつも受賞するなどの活躍を見せている。永野芽郁。第94回大会で応援マネージャーを務めた永野は様々な話題作に出演しており、2023年2024年には日本アカデミー賞の助演女優賞にも選出された役者であり、現在もドラマで主演を張るなど大活躍中だ。清原果耶。第97回大会で応援マネージャーを務めたのは清原果耶だ。モデル女優歌手として活躍しており、2021年には日本アカデミー賞で最優秀助演女優賞も受賞している。その他多くのコンクールでも様々な賞を受賞しており、22歳ながら大活躍をしている。活躍できなかった人、相沢里奈。大迫勇也が大活躍をした第87回大会で応援マネージャーを務めた相沢里奈はスーパー戦隊シリーズ、ウルトラマンシリーズ、仮面ライダーシリーズの3大特撮ドラマへの出演を果たすなどしたが、ドラマなどは深夜帯などにしか出演していない。大野いと。第91回大会の応援マネージャーを務めた大野は数々のテレビドラマ映画に出演するもあまりいい役には恵まれず、ゴールデンの番組などで見かける機会はあまりなかった。近年はネット配信のドラマなどに出演している。今回は高校サッカーで注目された選手、応援マネージャーの現在についてまとめました。今後もサッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。